チャイム研究所所長のぶです。今日はですね、このセーリングホームについてお話をしていきたいと思います。これはね、トップブードのセーリングホームですね。これはあの左の写真と右の写真、ホームが違いますよね。全く同じ日で、これね、まあ大体初級中級者の人だとね、どうしてもねホームってね同じだと思いがちなんですね。だからまあここからね、中級者ぐらいになってある程度セーリングホームができてきた、形ができてきたってなった時に、今度は何を変えるか。これは実言うと走るコースによって多少ホームが変わるってことね。だからあのね、まあ一般的なね、人だったらさ、アビーも行って帰ってくるっていうね、スラロームでも何でもホームっていうのが一番これいいわけですよ。それの場合のね、安定したホームっていうのは1個最初に作り上げるということね、形を。そしたらそれができたら、じゃあ今度は登ってみようか、下ってみようかね、アップするのかダウンするのかっていうのってフォームが多少変わってくる。これを理解してくると次につなげやすいですね。まあ本当に楽しくやってね、どんなところでももうまんべんなく同じように走るということだったらそれはいいと思いますね。まあ一つのフォームでも今横乗り基準っていうフォームがあって、その横乗りフォーム基準でほとんどね対応できるんだけども、じゃあ人よりちょっと上りを強くしたいとかね、人より下ってもっと速く走りたいっていうことになってると、ちょっと変わってくるかなというのはね、ちょっとね目安として分かりやすいので、その解説だけしておきたいと思います。ね、分かればね、かなりね面白いですもんね。ね、幅が広がるということでね、なんかまあ中級者から上級者になってくるにつれて、そのフォームが分かってくるということです。じゃあまずね、左の写真から解説していくと、まあ左の写真というのはどっちかというと、アビームから上りですよね。まあ、大体これがね基準としてはまあいい基準かなっていうね。これはあのホームに関して私よくね話してますけどね、腰の位置とね、ね完璧に横乗りですね、ボードの真横に乗ってますよね、体がね、体開いてないもんね、セールと胸がもう完璧にね向き合ってますよね。これは体も開いてないし、引き込みが強い、引き込みはすごい強いですね、これね。これはだから、まあ、どっちかというとホームシューだと多分上りに近いんですよ。というね、ホーム、これ横の上、頭の位置もブームの下に来てます、ね、深いね、なんかこれ安定した、引き込みをねしっかりするためのホームということ。そして右側ね、これはちょっと体立ってます、同じ人多分ね、多分というか全く同じ人です。でね、多分、乗ってる日にちも同じ日にちですよね、これセール化ですね。そうするとどういうことかというと、これ立ち乗り、これはちょっとね、アビームから下ってるっていうところなんですよ、これは実は。ということね。だからこれね、じゃあ何が違っていくかな、違ってるのかっていうことをね、ちょっとね細かく説明していくと、これ右と左ね、まず左が横乗りフォーム、そして右がね立ち乗りフォームっていうちょっと感じですね、下りのフォーム。これ何が違うか、これはねどういうことかっていうとね、左のフォーム、これ横乗り、ちょっと上り、まあ極端に言っちゃおう、これじゃあ上りです。右が下りですということですよね。じゃあ細かくちょっとお話をしていきましょう。まずね、横乗り、左のフォーム、これ横乗りからまあ、上りだからちょっと前乗りっぽくもなってるのかな。これはどういうことかっていうと、引き込みを強めて登るんだから、ノーズを風上にどっちかと向けるっていうイメージなんですよね。だから後ろ足でギュッと押すんですよ、わかります？後ろ足でギュッと押して、後ろ足で押し込んでノーズを風上に向けるっていう、どっちかってホームなんですよ、アビームから上りのホームっていうのはね。そうするとどういうことが起きるかというと、横乗りから前乗りにしとかないとスピアウトとか起こるんですよ。あとはあの失速しちゃうんですよ、上りでスピードがどんどん落っこっちゃうんですよ。それというのは、しっかりとした横乗りから前乗りで重心を前に移動させてこなくちゃならないってことね、わかります？横のより前、ノーズよりの方に重心を移動してこなくちゃならない。なぜかというと後ろ足で蹴っ飛ばしてるから、ノーズを向けるために、わかります？言ってるイメージが。じゃあね、右側の写真でじゃあ説明しましょう。右側でこれでもし上りをくれるとします、これはどっちかというと後ろ足に重心がかかったらちょっと後ろ乗りっぽいんですよ、横乗りよりちょっと後ろっぽい。ここで登ろうと思って後ろ足で蹴っ飛ばしてます、重心も後ろに来てます。どっちかというとどういうことが起きるか、スピンアウトしちゃうんですよ、これね。後ろ足スピンでグッと押して、まあ、あのスピンアウトしやすくなっちゃうね、しないわけじゃない、しやすくなるって感じね。
だから、まあ、今フィンの性能といいし、ボードの性能もいいんでスピャンとしづらくなってるのが、これ後ろ足で後ろ足で重心かけてグッと押しちゃうと、このままうねりしたらノズがパンと上がっちゃってスポーンってスピャンとしちゃうんですよ。失速しちゃうんですよ。だからリフトしすぎちゃうってことね。登ろうとするとですよ、下ってる時は推進力でバーンと前にガンガンガン走ってるから別にいいんですよ。接触面ちっちゃくしてね、後ろ足で1本でもスピードがその分あのカバーしてくれるから、このね右側のフォームを上りの左側のフォームに当てはめちゃうと、これはだからノーズがゴーンと上がっちゃうんですよ。これ写真見たばかりでちょっとノーズが上がり気味っぽいんだけど、重心で押さえてるんですね。これね、後ろ足でギュッと押してノーズを風下に向けてねいるんだけども、重心でノーズをしっかり押さえてるから、それがキープできるってことね。これが右側の方にちょっと、横のよりちょっと斜め後ろに重心がかかったとしたら、これはノーズがゴーンと上がっちゃうんですよ。で後ろ足で蹴っ飛ばしてるから、そのままスピンアウトして、登ろうとするとスピンアウトしちゃう、登ろうとするとノーズが上がって失速してしまうっていう方は、ほとんど、右側のホームのまま登ろうとしちゃうってことなんですよ。結局はなんかこれはホームが変わるってことなんですよ、実はね。これ大きく全然変わるんで分かりやすいじゃないですか。左側完璧に登ろうとしてて、重心下げて重心を横乗りから前乗りにしっかりとして、そして後ろ足でギュンと押してね、ノーズを風下に向けて登ろうとして引き込みが強くなってると。でもこれはノーズが上がらない、なぜか横乗りだから、前乗りだから重心でノーズを抑えてる、体全体でグッと抑えてる。だから後ろ足1本じゃなくて後ろ足でグッと抑えてるんだけど、前足も使えてるってことね。横乗りってのはそういうことだよね。だって両足均等に抑えられるわけだから、後ろ足でガーッと思いっきり押しても前足でそれを抑えることができる。右側のフォームだと後ろ足でガーンと押さえてこうね、後ろ乗りになっちゃうから重心も後ろだからノーズが上がっちゃうからね。これで登ろうとすると、押し込めば押し込むほどこれノーズが上がってラフしちゃうってことね。うん、ラフしすぎちゃうってことね、スピードが落ちてね。うん、そんで最終的にはスピンアウトしたりしちゃうわけね。これがこうフォームの違いってことですね。で右側のフォーム説明しようと思ったけど、これもこれで十分だよねそう、左でもう説明しちゃってるからね、何が違うかっていうのはね。だからまあ右側で、まあ、フォーム的にはこれ下りのフォームっていうのは説明をちっちゃくしてそこでキープするっていうことね。でスピードで前へどんどんね、スピード全然出ますからね。うん、アビームより下る位置だから、まあこのフォームでもスピードがどん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 だから、スピードが落ちればこれは楽しますよ。下った時でもね、この後ろ乗りホームの場合はスピードがセールに風がなくなっちゃってさ、セールがちょっと落ちて、そんでセールのパワーがなくなっちゃったらこれラフしちゃってね、ノーズが上がっちゃいますからね。このホームの場合これぎっちりね入ってる場合ねは OK です。うん、クォーターリーのホームですね、下りのホーム。あとね、このホームにて一番いいのがね、この腕のマストでの伸びっぷりいいですよね。この上り左の上りホームもね、右のこう何、下りのホームもマストがすっごい、マストでビンビン伸びてんじゃない。うん、でほらあのマストでの持つ位置もさ、いい位置だよね、前すぎないよね。うん、そうかなりいいフォームですねっていうふうに思いました。以上ですね、これがねこのね上りフォームとさ下りフォームの違いね、これをしっかりと分かってもらうと分かりやすい。1個のフォームでさ、すごい上りをやりたいとかさ、すごい下りをやりたいっていうのはこれちょっと無理があるということね。オールラウンド的にね、ある程度オールラウンド的に楽しむんだったらもう一つのフォームでも十分ってことね。ただそれを極端にどっちかをやりたいとなるとフォームがかなり変わってくる。でもこれが分かるとね、安定したフォームの中でもちょっと変えられるんだよね。ちょっと上りの時はじゃあ中心ちょっと上げようと、ね、これ極端にこうやって見ると分かりやすい。そうするとその極端じゃやらなくてもちょっとやるだけでも上りがねすごい楽に取れてきたりとかっていう風になるわけだからね。じゃあこれをしっかりと頭に入れてちょっとね、イメージをつけて練習してみてください。